不死づくりの音楽教育は、日本の音楽教師である、山本博史、中村義明、耐震者社長の下通り新平らが提唱した、音楽教育の指導法である。不死づくりの音楽教育は、不死づくり、不死づくり一本堂、不死づくりの一本堂などと称される場合もある。不死づくりの音楽教育の目的は、山本博史の記述によれば、 節作りという名称を用いているが、作曲技法を教えることが目的ではなく、生涯にわたって音楽を楽しむために必要な音楽能力を育てることとしている。山本博士は音楽家の指導主事として仕事をしていた頃、音楽なんてどうしてもやらなければならないのでしょうかとたびたび尋ねられた。そこで音楽教育の実態を把握するために、 昭和36年音楽感覚段階別能力表を岐阜県教育委員会が発行した翌年昭和37年に全国指導主事会議で岐阜県の音楽能力表とそれに準じた能力テストを紹介したするとテストで測られた児童生徒の音楽能力が小学校1年生からほとんど変わっていないという事実や 教員採用試験を受ける受験者の9割が音楽の授業を担当する能力がなかったという事実に直面したと述べている。山本博士はその原因を以下の3つと分析している。教科の基礎になる音楽能力が育っていない。その音楽能力がはっきりせぬので、それを育てる系統も方法もない。そのため子供一人、 数との成長の記録は皆無で全体での演奏日のみ追求。そしてその原因を解決するためには二つが必要だと述べている。育てるべき音楽能力とその育て方の具体的な系統を明示する。現在の教師の音楽の丘で授業ができる具体的授業法の確立。現行の学習指導要領のあり方では 上記二つを実現させることが困難であるとし、節作りの音楽教育を提唱した。山本博士と中村義明、下通新平は、尋常小学校時代の同級生で、旧正中学校に入学せずに、岐阜市販学校に特待生として進級。地元高山市では話題になったことがあった。岐阜市販学校卒業後、山本は、社会科教諭、中村は、 音楽教育を志したが、下通りは、家業の印刷書を継ぐことになったため、教師にはならなかった。この三人が、理論の山本、実践の中村、調整の元通りと言われ、節作り教育の根幹を作っていった。下通りは、今良官と、俗称されたほどの人格者で、この三人が揃わなければ、節作り教育は成立しなかったと言われていた。 節作りの音楽教育では、育てるべき音楽能力を以下のように示している。白反応力、どんな音楽にも体で反応し流れを外さない力。資料によっては、白の流れに乗る力とも述べている。仇奏章力、短い節ならすぐ真似して歌い演奏できたり、前に仇奏章した節を再び歌い演奏できる力。即興力、 短い節ならすぐ歌い演奏できる力。抽出力、節の中からすぐ解明、リズムを抽出できる力。変奏力、短い節をリズムを変えて演奏できる力。寄付力、聞いた節を寄付する力。山本博士は、これ以外にももっとあるかもしれないと著書の中で述べている。上記の中でも、節作りの音楽教育では、 どんな音楽でも体で反応し流れを外さない力として、吐く反応力をすべての基礎として重視している。そして、わらべ歌遊びが、吐くの流れに乗る力を育てるために極めて有効であるとしている。また、山本博士は、著書の中で、国学の創設という主張をしているが、わらべ歌遊びを単に、吐くの流れに乗る力をつけるための手段に、 するというよりも、西洋音楽一辺倒だった。それまでの日本の音楽教育体系を批判し、改善するために、重要視している。後に、節作り一本堂の段階表にも、例段階として、わらべ歌遊びを導入している。山本博史は、初期の段階では、生きた音楽を記号に分解して指導するのではなく、部位を最小の音楽言葉として指導するように述べている。 節作りの音楽教育では、聞くことが一貫して重要視され、特に初期の段階では、文字や楽譜を介さないで、たくさんの曲を覚えて、歌ったり、節作り一本堂に示された、音楽遊びや、わらべ歌遊びを行いながら、徐々に、解明や表現など、記号の指導をしていくようにするとされている。節作りの音楽教育は、岐阜県の以下の5つの小学校で、 延べ約2万人の児童に実践されているという。山本博史によると、節作りの音楽教育を受けた児童は、全員、初見で歌い、楽器を奏で、指揮をし、作曲もし、自分たちで授業まで行うようになったとされる。当時の児童の様子は、他校から古川小学校に転勤してきた、教師、藤田工作の記録や山本博史の著作の中の、描写されている。 また、当時の授業の様子は、山本博士によって映像として保存されており、後に編集され、東京教育技術研究所から DVD の映像が販売され、現在でも視聴ができる。その児童の姿は、当時の教育者たちには信じられなかったらしく、しばしば、公開研究会を参観した教師たちによって、八尾町であるという誤解を受けたという記述が残されている。 昭和41年昭和42年昭和43年昭和44年昭和45年昭和46年古川モーデの実際の様子昭和47年昭和48年昭和52年昭和53年昭和54年昭和56年平成12年平成14年平成16年現在ありがとうございます